皆さんおはようございます。ナーマクバキンドです。朝ご飯研究所来ます。あとフランスパンといえばやっぱりバターで寝るのもいいし、あんこ、まあレーズン、あとフレンチトーストがいいですね。あとマヨトースト、あとはまあラスクにもしてもいいし、サンドにしても、どれもフランスパンはいいんですね。はい。フランスバケット、パリジャン、まあパリっ子ですね、パリジャンは。はい。バター、あとフィッセル、あとクッペ、あとブール、まあいろいろありますよね、フランスパンにはね。他にもスクーバランブルウェッグ、いろんなタイプによって艶やかなタイプとは、いろいろ。あと、雑煮やそば、いいですよね。あの、駆け込みにも、はい。シェントンジャンもいいですね、中国の料理。うん。鮭もいいですね。茹で塩鮭もあります。焼かない方が一番いいです。茹でるのがカロリーを抑えられます。はい。他にもエネルギーが必要です。朝ごはんにはエネルギー、海苔ご飯、いろいろ、2切れ、3切れ、あとはまあ、8切れ、12切れ、どんなタイプでもいいです。皆さんはどんな海苔のタイプいいですか？コメント、高評価でお願いします。はい、以上です。バイバイ。